い、どうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、引き続き、こちらのゲスト、お二人に来ていただいております。おー、不思議ー。不思議ー。もうしんどいねんで、だから。めっちゃ寒いで、マジで。本番なんですけど、どっちか大社会言うたら。不思議ー。不思議ー。前回ね、田中さんちょっと話してもらったんで。そうですね。でも、ゲタさんもね、レジェンドじゃないですか。そうそうそう。審査員もやられてて。まあ、今回ね。そうですよね。今回ちょっと、ゲタさんね、お話聞きたいな。出るんですよ、階段を。だから、その階段最強戦の、まあ、最後のその、優勝した話したんだから、僕も、じゃあ、2019年の時の最後にした話。ああ、いいっすね。ありがとうございます。それでチャンピオン取ったことですもんね。まあ、その時は。はい、その時は。はい。100万円取ってるんですよ、話。100万円 ?200 万円分の話。200万円だ。そうです。ああ、本当ですね。あのね、この話は、ま、これもね、僕の時、確か僕、高校だったんですよ。高校生。はいはい。僕の時はね、なんかの箱に、こう、ボール入れて、先行高校で。はい。で、その、お互いこうやって、先行高校みたいな感じで、やったんですけど、でも高校やったんだね。うん。で、なんかその、一番最後じゃないですか、高校って。はい。その、大会始まって、で、本当の一番最後のやつ。大取り。そう、大取りみたいな感じやって、で、僕、話す内容何も考えてなくて、で、その、一番っていうので、うん、で、僕の中で、僕のおばあちゃんとの思い出の中で、一番印象に残った話っていうのを、うん、なんかその、壇上上がってから、あ、これしようみたいな、一番やから、一番最後やから、って思って話、で、それでやった話なんですけど、うん、おばあちゃん子なんですよ、すごく。はい、で、その、おばあちゃんとの思い出って、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、その、なんかね、おばあちゃんはそろそろ、まあ、まあ、病院でね、もうそろそろだよっていう頃に、うん、ま、僕行ってですね、まあ、お見舞いというか、もう最後を見届けるためにみたいな感じで、家族でこう結構ね、こう、ローテーションを組んでやってたんですけど、はい、で、その時に、おばあちゃんが思い出話をいろいろするんですよ。うん、なんかその、やっぱ人って、この世からいなくなる前って、なんか思い出がすごい出てくるんかなと思うんですけど、本当に、そう、そう、をしててですね、まあ、例えばその、一緒に手を繋いで、田んぼのところを一緒に歩いたら、コウモリがすごい飛んでて、とかいうのを、なんかすごい本当に映画を説明するように、すごい言うんですよね。うん、で、ああ、そんなことあったな、そういえばな、とか言いながら話してる時に、そのおばあちゃんが、まあ、思い出に残ってることっていうので、まあ、僕とね、おばあちゃんと、で、母親と、で、父親と、で、まあ、その父親の田舎に、まあ、行く話があるんですよ。なんか毎年夏休みの頃になんかその行くみたいなのがあって。で、2、3日泊まって帰るみたいな。だそんなんがあって。まあその話とかもあって。で、ああ、そうか。実は僕の中でもおばあちゃんとの一番の思い出ってそれやったんですよ。で、おばあちゃんもそれをすごく覚えてるって言って。それがなんか嬉しかったんですよね。いいっすね。で、まあおばあちゃんが最初に亡くなりましてですね。で、そこから1週間経ったかなぐらいなんですけど。で、亡くなって、で、最終火葬終わってお骨になって、うちの家に来て。で、僕の母親と、で、おばあちゃんの骨と、で、僕と、みたいな感じで、家で話したんですよ。うん、まあ思い出もあるしないですけど。で、その時に、あ、そういえば、おばあちゃんのあれやわ、って言って、田舎に行く、その話するんですけど、うん、その田舎に行く話っていうのが、父親が車を運転してます。で、助手席に母親が座っています。で、後ろにおばあちゃん、で、当時の僕が多分ね、本当に2歳とか3歳とかなんですよ。うんぐらいのすっごい古い話なんですけれども、その時にまあ僕はおばあちゃんこう膝、なんかこう膝にこうこうやって寝てるみたいな。で、それで高速道路なんか行ってるんですね。うん、で、この辺は僕全然記憶なくて聞いた話なんですけども、うん、兵庫県の北の方にですね、郷野トンネルっていうトンネルあるんですよ。はい、で、これがそこの地域の中では結構恐れられてるトンネルで、まあ、いわゆる心霊スポットというか、まあ、地元の人はすごい嫌がるトンネルなんです。で、今現在ないんですよ。うん、今現在は、郷野トンネルは封鎖されて、新郷野トンネルっていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、当時はその郷野トンネル、まあ、通るんですよね。うん、で、父親はね、やっぱ元地元なんで知ってるんですよ。そのトンネルのことを。うんうん、でも、それをその、まあ、自分の奥さんとか、まあ、僕のおばあちゃんとか言うと、怖がるからって言って、何も言わずに、そのトンネルを車でスーッと入っていくんですよ。うん、で入っていったら、これは僕の母親が言うんですけど、僕が2歳、3歳ですよ。寝ながら、手を合わせて、うわーって拝み出したって言うんですよ。うん、僕は全然記憶ないんですけど。うんうん、で、それでま、母親が気づいて、後ろを見て、え、何この子、何この子っていうようなことがま、あったらしいんですよね。うん、
で、まあ、トンネル抜けてから父親が、いや、実はあのトンネルな、と。そのなんかいろいろあると。うん、なんか、まあ、本当に、もう言い出せばキリがないぐらいいろんなこと言われてるんですけど、とりあえず何かが起こるって言われた、うん、あのトンネルやねん、みたいな。ええー、ってなって、で、その父親の、まあ、あの田舎の方に行くんですよね。うん、で、その、僕の父親のお母さん、ね、父方の僕の、まあ、おばあちゃんですよね。うん、の、まあ、お家に行くんですけども、そのおばあちゃんっていうのが、あの、なんかね、その祈祷師みたいな、なんかちょっと、やってるんですよ。ほうほう。で、その、父方のおばあちゃんの方に、僕の母親が、いや、実はこうこうこうでこんなことあって、うん、って言ったら、あ、ちょっとそれは、もしかしたら、ね、ゲタ君、あの、なんか取り憑かれてるかもしれへんね、って言って、うんうん、じゃあ今晩は、ここに寝かせましょうって言って用意されたのが、4畳半とかの四角い部屋で、まあ畳の部屋で、でね、仏壇、めちゃくちゃでかい仏壇が、ドーンってその壁に備え付けられてて、で、その真ん中に布団を引かれて、四隅に死を盛られて、で、そこで僕寝かされたんだ。で、これはね、あの僕覚えてて、なんでか言うたら、寂しかったんよね。いつもその、あの、親と一緒に、3歳とかやから、親と一緒に寝てたのに、急に一人で寝かされたから、で、それなんかすごい覚えてて、なんかすごい、一人で寝かされたな、みたいな。で、それで寝ることになるんですけども、その時に、夢を見るんですよ。まあ、夢じゃないかもしれないんですけど、まあ、金縛りみたいな感じになって、なんかこう、ふわふわして、で、その時何が起こったかって言ったら、僕の周りを、中腰で、ずっと、こう、タタ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 って、誰かがずっと回ってるんですよ。で、それがすごい怖かったの、僕すごい覚えてて。めっちゃ怖い夢みたいな今でも覚えてるんですよ。で、まあそういうことがあって、怖いな、怖いなって言いながら、まあ、こう、寝るんだよ。その後ね。そのまますぐ寝ちゃって、まあ子供やから。で、朝起きるじゃないですか。で、朝起きたら、その、襖の向こうね。まあ、僕一人で寝てたから、こう一人部屋のとこいたんですけど、襖の向こうで、大人たちがですね、なんかざわついてんすよ。なんかわーわー言うてて。で、なんやろと思って襖開けておはようって開けたら、あの、僕を、なんかその、お祓いしに行くみたいな。僕のその父方の、まあ、お母さんね、が、まあ、その祈祷師的なことやってたんだけども、ちょっと無理。で、その人の師匠みたいな人がいるから、そこに僕を連れて行くみたいな話になってたんですよ。で、僕すごいなんか、それは覚えてないんやけど、すごい嫌がってたらしくて、いやいやいやって言って。でも、僕のそのおばあちゃんね、母方のおばあちゃん、一緒に来た方のおばあちゃんが、あの、私も一緒に行くから大丈夫だよ、みたいなことを言ってくれた。そしたら僕は泣き止んで、じゃあ一緒に行くって言って、まあ、行ったらしいんですけど、まあ、そういうことあったよねっていうのを話を戻して、母親、おばあちゃんの骨、ね、僕で喋ってたんですよ。そしたら、え、違うでって言われて。え？で、え、何が違うの、いや、え、あんたなんでみたいな、そんなん違う違うって言われたんですよ。と、いや僕、まあ、大人になってからなんですけど、え、ずっと僕そう思ってたけど、何やったんって聞いたら、あの、トンネルに入ります。僕が拝みます。これは本当らしいんですよ。ね。で、その僕が、寝て、で、こうなんか、夢の中でその黒いのがバタバタバタってなってる。で、その、この夢を見たって。いや、あれほんまって言うんです。ん？それほんまの、ほんまのことやで。夢じゃないと。夢じゃないって言われて。で、え、どういうことって聞いたら、あの、バタバタバタってその僕の周りを回ってたっていうのが、一緒に行ったおばあちゃんらしいんですよ。ちょっとめちゃくちゃ怖いっすね。あの、マジでおばあちゃんが僕の周りを回ってたらしいんですよ。怖っ。夜に。で、それを家族が見つけて、うん、何してんのってなって、わーって、で、また、っていうことがあったらしいんですよ。だから僕、あの、夢、まあ、夢うつつやったんですよ。ある意味。その、夢か現実かちょっとわからない感じのやつで。でも、現実やったんですよ。で、ただ、それが、おばあちゃんやったんですよね。リアルおばあちゃん。リアルおばあちゃんやったんですよ。で、その後、ほら、僕、祈祷師のところに連れて行くって言われて嫌がるってやつじゃないですか。あれ、本当は、メインは僕じゃなくて、おばあちゃんなんです。え、じゃあ、おばあちゃんが取り憑かれてた。そういうことだ。取り憑かれてて。そう。うん、で、その、じゃあなんで僕もっていう話なんですけど、これはね、その、まあ、師匠というか先生、曰くなんですけど、僕がトンネルでと、こうなんかやってたのは、僕のなんかその守護霊みたいなんがいて、その人が僕を守るために僕はやってた。本当は、僕をその、
こう膝枕、うん、さするおばあちゃんが悪いのが入って、うんうん、でここに僕がおるから、僕が自分の身を守るためにこうしてたらしいんですよ。おばあちゃんの背後というか、おばあちゃんついているものにしてたんですか？そういうことです。すごい話。っていうのがあって、はい、まあだからもう自分も大人になってから初めて真実を知るっていう。面白い。で、いやでも、僕、母親に、その言われてたんですよ。うん、あんたがこんなんしたから、それでお払いってんって、ちっちゃい子言われとったから、え、そう言うてたでって言ったら、うん、あ、そうやんなと。あんたおばあちゃん子やからなと。多分、自分も覚えてないけど、私も覚えてないけど、そのおばあちゃんがそういう感じになったって、あんたおばあちゃんのこと怖いって言ったら、かわいそうやから。ああ、そうか。っていうので、そういう風に言ってたっていう話ですね。はあ。愛があったからこそ、ちょっとねじれて伝わってたって、うん。まあ、そう、まあ3歳のね、うん、2歳、3歳の男の子やから、まあまあね、その怖がらせたらあれやからっていうので、うん、なんかそういう風に言ってたのを、僕は二十歳超えてもまだ信じてたっていう話。おぉ。使わせように。そう。まあ、それはわかるしね。確かに、うん。うん。そうね。2019年の審査員じゃないですけど、うん、票上げたいもん。そうっすか。僕は票上げてるもん。あ、俺するわなっていう。話むちゃくちゃうまいし、話めちゃめちゃいいし、うん、誰が勝てんのこれ。いや。それはすごいわ。確かにね、2021年の田中俊之でもこの話には勝たれへんから、巷では言われてます。ちょっと持ってきてましたね。なんでや当時より。当時より。なんで当時が残ってるの他に。ちょっと緩かったんで。うん、ゆるゆるだったのが。ちょっと行ったね、ちょっと。いやいやいや。仕上げてきた。知らんやん、当時を。あ、でも確かにね、考えながら喋ってました。なんかその、話でまとまることってありますよね。なんかあるある。本当にどこにも話してない話ですけど、うん、なんか、話したいなーって言って、現場で話したら、そんな感じでまとまることってよくありますもんね。特に、その本番ってすごいですよね。集中力すごいから、その話を、こう、何まとまっていくじゃないですか。まとまっていく。うん、同じこと言ってます。同じこと言ってますね。ほんまにも。ちょっと黙っといてもらって。途中で、あ、気づいた俺。僕が話した話を分かりづらく。審査員には向いてないです。審査員には向いてないです。早瀬くんの話をより分かりづらく。分かりにくくして伝えましたけど。分かります。本当に言ってることは分かります。まとまることありますよね。それで感想もらって、その感想でなんか、あ、そうかもっていうことがね、あったりとか。そう。だから、話すって大事ですよ。話す大事。本番で。ちょっとまとまってないけど行くっていう。そうそう僕、そういえばこの話って、その2019の怪談最強戦の最後の時以来、うん、あんま喋ってない。ああ、そうなのかもしれない。別にあんま喋ってない。ゲスト作りなのにすげえ上手かったっすね。うまいっすよ。いやいや、シモさん練習してますよ。練習してないよ。してないよ。してます、してます。全然してない。昨日ずっとここで練習してました。何回してた。5回ぐらいしてたよ。結構してるな。なんで最初10って言ったんですか今10言うたらいいっすなんでリアルリアリティを持たせる。そこのジャーナリズム性知らないよ。5回ってリアルやもんね。5回ってなんかリアル。そうや。やってそう。嘘も下手だよ。嘘も下手ってどういうこと ?10 って言ったからね。10、10、15。どっちやねん。いい話でしたね。面白かったですね。すごいいい話。チャンピオン2連続、すごいね、豪華な。豪華な感じになりました。ありがたいです。ありがとうございます。また振り席でありがとうございます、本当にね。結構、ご自身のチャンネルでも怪談とかもやったりって感じですね。でも結構幅広くやってますよね。なんかね、どっちかで下ネタばっかりやってるようなイメージ。だから、前編後編ね、出させてもらってますけど、それでしたお互いの話、まだ自分のチャンネルでやってもないっていう。全然してない。何結構不思議で結構、広くいってるよね。あ、そうなんですよ。不思議はね。そう。本当にもうその、まあ、怪異もそうですし、都市伝説的なことも、まあ、やっていこうとかも思ってるし、なんか、とりあえず不思議なことをね。広く。下ネタで一回失速したね。あ、そう、失速しました。俺そのイメージ強いんだけど。下ネタで失速したイメージがもうついてるんですね。下ネタほんま失速する。すんなよ。それはね、階段チャンピオンが二人いるのに、下ネタだよ。あれ面白いですよね。二日連続で行ったからね。でも、話面白いですよ。話はいいね。話好きすぎて、岸本さんもちょっと金玉の話しないの。最近金玉の話ばっかすんの。知恵と金玉の話。失速しますよ。俺も、ちょっと失速してるな。でもね、一番面白いの。その回が。金玉の回が。わかりますだから。そうですね。やりたいのやったらいいんですよね。そう。長くやった方がいいんだから。結構最近ね、もう撮影したんですけど、失速した話のうちの一つが、この家のすぐ近所の銭湯あるんですよ。そこの銭湯が、
熱すぎるっていう話を一本撮ってるんですけど。よく撮れたな、それ。それを、もう最新のやつ、またやってるんですよ。はい、その銭湯が。かぶせて。もう一回かぶせてるんですよ。あれ、続くから。シリーズ失速してるけど。シリーズ失速してる。そうそうそう。エピソード2、3あるの？あ、そうそう、ありますあります。10ぐらいは10? はい。10ギガス。スターボーズじゃない僕らは YouTube の背泳ぎを全部潰していくっていう。あ、すごいわ。ニーズとかはわかんないですけど、まあ、やりたいことをやってるっていう。そうですね。そうね。面白いもん、ぜひぜひ見ていただきたい、これは。概要欄の方に載せます。はい、本当面白いわ。ありがとうございます。チャンピオンの2人ですからね。ありがとうございます。ありがとうございます、ほんまに。じゃあね、また、なんか機会があったら、この後はい。お願いします。ぜひ、本当にお願いします。ありがとうございます。じゃあ、不思議大百科のお二人でした。ありがとうございます。ありがとうございました。